霧島駅。実際にその駅には降りてはいないし、一瞬の出来事だったから気の迷いかもしれないけど、ここで話してみようと思う。体験したのは一昨日の夜で、田舎の方に向かう列車の中だった。田舎とは言っても普段からそこに住んでおり、その時も都会から田舎に帰る、いわゆる帰宅の最中であった。普段は余裕を持って21時頃には都会を出るんだけど、この時は友人と遅くまで飲んでおり、最終電車として田舎に向かった。あえて駅名を伏せても仕方がないから、詳しく書くと埼玉県にある飯能駅という駅発の電車で、出発時刻は23時過ぎくらいだったと思う。自分はその駅から終点にあたる西武秩父駅まで行かなければならなかったから、アルコールと眠気の両方と戦いながら、早く着かないかなということだけを考えていた。この始発の駅から終点の駅までがおおよそ1時間弱なんだけど、ちょうど半分くらい来たところでトンネルに入ったんだ。確かに田舎行きの電車だから終点に着くまでの間に何度か短いトンネルにも入るし、とても長いトンネルもあるんだけど、自分の中で妙な気持ちになったんだよ。こんなところにトンネルなんてあったっけ?と。普段は特急に乗ることが多いし、寝ていることも多いから、記憶が曖昧なだけかな?と。その時はそう自分に言い聞かせたんだけど、帰ってきてから調べたら、あの辺りにはトンネルはないようだった。ちなみに、トンネルの前の駅の名前は、東阿賀野駅。自分の記憶によれば、東阿賀野、阿賀野、西阿賀野と続いているはずだった。もちろん今調べてみてもそうなっているんだけど。トンネルから出ると、あたりは霧一面で、この辺こんなに霧が出るんだ、と感傷に浸っていたのを覚えてる。一昨日は朝も少し小雨が降っていたし、それなりの気温だったから、この時期はこうなりやすいのかな。運転手さんも大変そうだなって思った。トンネルを抜けて視界不明瞭なまま10分程度進んでいってから、徐々に変な気持ちになってきた。というのも、この3つの駅はそれぞれ5分ずつほどの距離しかない。それなのにまだ駅に着かないのだ。酔っ払っているし、寝ぼけてもいるから、覚えていないのかな、と思いつつも、この電車はかなり揺れるので、ほとんど寝てはいなかったはず。またこの路線には快速などもないので、通過してしまったということもないと思う。自問自答が始まった。木更木駅なんかも、行ってみたいなとは思いつつも、そういった話を知っていただけあって、すごく怖くなってきた。怖くなってきたのもつかの間、一瞬トンネルに入ったかと思うと、特にアナウンスもなく電車が停車した。自分がこの路線の電車に乗っていて、電車がトンネル近くで止まる理由は、線路の交換待ちか、もしくは事故かと思っていたんだけど、ここで?と
疑問に思った。そしたら驚くことに、ドアが開いたのだ。絶句だった。気持ち悪かったり、酔っ払っていた気持ちは、一瞬で冷めてしまった。深夜だというのに、ほんのり、オレンジ色に明るかったから、駅か何かかなと考えながらも、こんな経験初めてだったから、とにかく、乗務員のアナウンスを待っていた。だけどアナウンスもなく、ただただドアが開いたままだった。誰かに話をしようにも、みんな寝ているから、臆病な俺は話しかけることもできず、ただただ待っていた。すると、何事もなかったかのようにドアが閉まったので、驚いて窓から外を確認すると、人影が二つほどあり、また駅の看板がちらっと見えた。記憶力も動体視力もいい方だと自負しているから、見間違いということはないと思う。確かに、霧島と書いてあった。左右の駅は、阿賀野、東阿賀野となっていたのは確かである。ドアが閉まって、電車は発車し、トンネルに入った。トンネルに入ったかと思うと、またすぐに出て、さらに5分ほど走ったら、阿賀野駅に停車した。その時は、普通にアナウンスがあったし、もちろんさっきのことについての説明などはなかった。阿賀野駅で何人か降りた。その阿賀野駅では、特に霧は出ておらず、頭の中は疑問符でいっぱいだった。その後、20分くらいして終点の駅に着いたわけなんだけど、不思議なことに、ちゃんと帝国に到着したんだよね。帰宅してすぐ調べてみたんだけど、霧島駅って鹿児島にしかないし、自分は行ったこともない。無事帰ることができたからまだ良かったんだけど、またあの電車に乗るのが怖いなって今でも思っている。マンションの住人。自営で不動産屋をやっている友人から聞いた。変な人の話。彼の会社が管理をしているマンションの住人で、しょっちゅう電話してくる。要件は、廊下の電気が切れています、とか、誰かがエレベーターにジュースをこぼしているとか、そんなしょうもない内容。それでも一応は、処置をしに行ってみると、何ともなっていない。そんなことがたびたびあって、かなりムカついていると。ちょっとお話よろしいでしょうか?みたいな、バカ丁寧な口調がまたムカつくと。そのくらいだったらよかったんだけど、もっと危ない奴になっていった。一度台風で、バルコニーの仕切り板が割れたとき、部屋に入った工事業者が、なんか部屋に、祭壇みたいなものがあった、と証言。またある女性が、こいつとエントランスで会ったとき、こいつが持っていた買い物袋の中に、錆びた、多分包丁みたいなものが、たくさん入っていて怖いと、相談に来たこともあった。だが、定期清掃のおばちゃんが言うには、この男はいつも挨拶をしてくれるし、樹木の水やりを手伝ってくれたこともあった、いい人だと。キモいけど、陰ではいいこともしているらしい。そんなこいつが退去届を出しに来たとき、内心せいせいしながらも、まだ入居1年くらいなのに、早かったですね、みたいなことを言ったら、
上からの指示でして仕方がありません、と。ああ、会社の転勤とかですか？と聞いてみると。いえいえ、もっと上からの指示なんですよ、と、ニヤニヤ。なんか、すごく喋りたがっている雰囲気だったのだが、たまらなく殴りたくて、もうそれ以上は突っ込まなかったそうだ。でもこいつ、退去の日を待たずに、エレベーターホールに本業しているのを目撃されて追い出されてしまった。会社に呼んで問いただしたとき、その本業のことを、ジョーカーです、と抜かしたことで友人がブチギレ。保証人を呼んで、本人を二度とマンションに立ち入らせないことを約束させ、警察沙汰にはしない代わりに、州内に荷物を搬出させた。その後の行き先は知らないとのこと。キモメンとの出会い。初めての就職先の最初の夏休み明け、インドネシアだかバリだかに旅行した上司からお土産としてもらう。他の人には片手に乗る小さな可愛い木彫りの動物で、私にはなぜか上下40センチくらいある木彫りのお面。耳のあたりに木でできたビーズの飾り付き。頭には変な羽飾り。鼻の下にはトウモロコシのヒゲみたいなヒゲ付き。気持ちが悪いからいらないとも言えず、持ち帰るのも嫌だし、ロッカーもないのでそのままデスクに飾る。その日のうちに別の階の人にも気持ちが悪いお面として噂になり、わざわざ見に来る人が多数。それから数年後、念願の海外勤務が決まって、デスク周りの整理。お面は新聞でぐるぐるに包み、さらに袋に入れて持ち帰る。電車を降りるとき、忘れたふりをして、網棚に放置。ホームに降りた途端、これ忘れ物だよと同じ会社の人に渡される。その人の家は全く反対方向なのだが、その日はたまたまこちら方面に用事があり、忘れ物をする私に気がついて下車駅ではないのに降りてくれた。諦めて家にお持ち帰り、海外へと赴任。日本から送った荷物を同僚でもあるルームメイトと似とき、そこになぜか実家に置いてきたはずのお面が。数日後にアパートのゴミ捨て場に捨てようとすると、普段はいない管理人に、分別をしないなら捨ててはダメだとかなり注意される。原因は木のビーズなどをつないでいる針金などの金属類。簡単に外すこともできず、また道具もないため、肝お面を再度現地の新聞でぐるぐるに梱包し、さらにすっぽりと入る服屋の紙袋に入れて、部屋の中の玄関脇に放置。ある日仲良くなった現地スタッフの同僚数名を部屋に呼んで飲み会。皆が帰った後にふと見ると、お面入りの紙袋がない。やったーとルームメイトと大喜びして祝杯。当然警察には届けない。だが翌日、職場に警察から電話。どうやら、肝面を取った人が、昨日帰る途中で、なんだかやらかして捕まってしまい、
持っていた肝お面のことも白状した模様。でも証拠品として、捜査、裁判だかが終わるまで返却はできないと言われる。返却される頃には帰国しているし、何年でもどうぞ、と気持ちよく返事。そして肝お面を外国に置いて、日本に帰国。数年後、主人が転職して、仕事の関係で来日。サプライズプレゼントだよ、と言って、お面を渡される。本当に、心の底から驚いた。何でも、私のお面を何としても渡さなきゃ、と、変なことを思い出してしまい、ありとあらゆるコネを使い、当時証拠品として不要になっていた肝お面をゲットしてきたらしい。ゴミの日に出そうとしたら、大きすぎてダメだと返される。当時一人暮らしをしていて、実家にお面を持って行こうと、紙袋に入れて向かう途中、その紙袋をひったくられる。被害届は出さない。だが数日後、警察から連絡が来る。どうやら、警官がひったくり現場を見ていて、追いかけて捕まえてくれていた。紙袋には、会員になっているお店のレシートが入っていたため、そこから辿って私に連絡が。この間にもいろんなことがあり、肝お面の廃棄は諦める。結婚してマンションに引っ越し、新居で二時をしていたら、私の手で確実に実家の押し入れに放り込んできた肝お面が出てくる。もう諦めて、リビングの棚、一番下に袋に入れて放置。この後、Cに盗まれそうになる。C実家との話し合いは、先ほど完全示談で決着がついたとの連絡が親戚よりあり、これ以上は長引かないそうです。今週末には、Cに請求で、玄関の扉や一部破損したクローゼット扉の交換もするので。手元に置くのも嫌なので、再度ゴミとして出すために、実家にあった糸の子で切断しようとしたんだけど、替え刃も含めて全て折れてしまう。後日、ノコギリを買いに行こうとしたら、お面をくれた上司が、緊急入院してお見舞いに。つい、まだお面があることを話したら、大変喜んでくれて、申し訳なくなってしまい、捨てるのは一旦保留。時間の経過とともに、しんみりした気持ちも消え失せて、再度捨てようと、ノコギリを買いに。この時はすでに転職済み。その後、元上司が亡くなったと連絡があり、またしんみりして一旦保留。再度、今日会社から帰ったら実行しようと決意。でも帰りの電車の中で、偶然にも以前の会社の人と再会。その時にお面の話になり、亡くなった上司もその奥さんも、あんなものをまだ大事に持っていることを感激していた、と言われ、なんとなく捨てにくくなる。秘密。俺んちの実家は昔、田んぼをやっていたんだけど、その田んぼを作るとき、水路の問題で、だいぶ揉めたらしいんだ。だから、そこに住んでいる者同士で仲が悪くて、いざこざが絶えなかったんだって。でも俺が生まれる頃には、
田んぼをやっている家が極端に減ってしまい、昔ほど倹約ではなくなったらしい。それで俺が10歳の頃、田んぼが一つもなくなったんで、とうとうその水路の水を止めてしまったんだ。そしたら、どこかで田んぼをさら地にして、水路をむき出しにした家があってさ、そのむき出しの水路から、若い女性の骨が見つかったんだ。で、その話を聞いていたばあちゃんがぽつりと、とうとう見つかっちまったかい、って言ったんだ。細かいことはよくわからなかったけど、多分ばあちゃんがその女性を。なるほどな。水路に埋めてしまえば、しばらくは見つからないもんね。なんだ、俺も水路に隠せばよかったな。手首。大学時代の友人から、うちに遊びに来ない?と電話が入った。声を聞くのは半年ぶり。実際に会うとなれば、一年ぶりにもなるんだなと、仕事明けのぼんやりとした頭で話半分に聞いていたら、いつの間にか、二週間後の週末を、彼女の家で過ごすということになっていた。当日は急な仕事が入ってしまって、夜仕事が終わると、そのまま彼女の家に向かった。着いてすぐ手料理を振る舞われ、彼女の仕事の愚痴を聞いて、土産にと持って行った酒やつまみを開ける頃には日付を超えてしまっていた。それじゃあ、もう寝よう、と気分よく横になってまぶたを閉じたのだが、落ち着かない様子で寝返りを打つ彼女が気になって、うまく眠れない。どうしたの?と聞いたんだが、実は言っていないことがあるの?と気まずげな様子で彼女が言ってきた。2週間前からなんだけどね、手首が出るのよ。何言ってるのかよくわからない。と首をかしげると、彼女は少し離れた位置のベッドの真正面位置にあるクローゼットを指さした。一番初めは、クローゼットの隙間から指が出ていたの。その時はただの見間違いだろうと思って気にはしなかったのよね。でも次の日、今度は本棚の陰に指を見つけて、また次の日はテーブルの横に手が見えた。そう彼女は言った。言われた通りの順に目線を動かしていけば、その手は明らかにベッドを目指して移動している。実際に見たわけでもないのに、背筋がゾワゾワとした。それでね、と、こわばった顔で彼女が言う。それでね、昨日ついに、ベッドの縁に手首があったのよ。だからもしかしたら、今日何か起こるかもしれない。と、力なく続けられた言葉に、いろいろと思うところがないわけではないけれど、結局は何も言えなくなってしまった。そのまましばらく私が無言でいると、彼女は急に笑い出して、嘘よ、と言った。誰か泊まりに来た時、脅かそうと思って考えたことなの。怖かった?と笑う彼女はとても楽しそうだったので、私は少し困ってしまった。実は私も、先ほどから彼女に言えていないことがあったのだ。手首の話を彼女が始めたとき、彼女の背後を取るように
座り込んでいた男が、徐々に前へと傾き始めて、話が終わる頃には彼女に覆いかぶさり、それからずっと、笑う彼女の顔を凝視し続けているのだけれど、果たしてそれを告げるべきなのかどうか。私はゆっくりと布団の中に潜り込んで、何も見えないよう、固くまぶたを閉ざした。いつの間にか外では雨が降り出していた。サボテンが枯れる。彼女と同棲を始めて1ヶ月、部屋は彼女がチョイスをしたインテリアやら小物やらで飾られ、安いワンルームながらなかなか洒落た愛の巣じゃないかと、当時の幸せぼけした自分は本気でそんなことを考えていた。ある日の仕事帰り、色とりどりの花が飾られた花屋さんの店頭を通り過ぎながら、ふと自分たちの部屋に植物が一つもないことに思い至った。とはいえ、あまり気合が入った植物は育てるのが手間だし、せっかく買っても一週間やそこらで枯れてしまったらもったいないしと、ハート型のサボテンを一つ買って家に帰った。彼女にそれを見せても特に反応はなく、少し寂しかったのだが、枕元に置こうとしたら、そこはダメと玄関の隣の靴箱の上に置かれた。部屋のことにやたらと厳しいんだ。それから半年ほど、テレビで植物にはポジティブな言葉で話しかけてやるといいと言っていた。アホらしいといえばアホらしい話だけど、その頃の俺は仕事の方がトラブル続きでかなり疲弊しており、また同棲にも慣れてきていたため、新鮮な癒しみたいなものが欲しかったんだろう。ほとんど無意識に靴箱のサボテンの元に行き、頑張れよとか、いい調子だなとか声をかけていた。ばっかじゃないのと彼女に笑われつつも、何かこう少し明るいものを感じた俺は、それから毎日朝晩声をかけるようになったんだが、ほどなくして葉が茶色く変色し始めて、頑張れ、耐えてくれよと言うほどに枯れていき、結局10日ほどで完全に枯れてしまった。何せ声かけによって情が移っていたので、泣くまではいかないにしても悲しいったらない。彼女が、うちとはきっと縁がなかったんだよと言ってサボテンを処分した。翌週再び同じハートのサボテンを購入し、また声かけして眠ったのだが、次の日見るといきなり枯れ始めていた。朝一でいきなりテンションが下がった俺に、やっぱりうちには縁がないんだってと言って、彼女はゴミ出し兼コンビニのためいち早く外に出て行った。遅れることを数分、サボテンに頑張れと言って部屋を出た俺は、ほどなく革靴の底がベロベロに剥がれていることに気がついて部屋に戻った。サボテンの件でただでさえ落ち込んでいた俺は、壊れた靴をゴミ箱に叩き込んで、替えを出す前に、とりあえずトイレで用を足すことに。トイレを出ようとしたら、扉の開閉音がした。彼女が帰ってきたらしい。
靴もないし、彼女は俺がもう仕事に行ったと思っているはず。トイレは玄関上がってすぐ隣なんで、彼女がトイレの前を通り過ぎた瞬間を狙って、勢いよくドアを開けて脅かしてやろうと息を潜めたんだが、何やらブツブツと変な声が聞こえてくるばかりで足音がない。くだらない。さっさと死ねっつーの。ふざけんな。彼女の声だ。嫌なことでもあったのだろうかと、普通にトイレを出て、彼女の方を向いた。最初は、何をしているのかわからなかった。彼女は、右手に小瓶を持ち、それをサボテンの上で傾けていた。俺と目が合うと、すぐその小瓶を隠すようにして下げた。お前、何してるんだ？え？あ、肥料だよ。彼女は、驚いたような顔をしていた。あ、ほら、栄養剤、栄養剤。その日の仕事中、あれは本当に栄養剤だったんだと、無理やり自分に言い聞かせ続けるも、帰宅後、さらに変色していたサボテンを見て爆発。結局のところ、部屋に自分が選んだんではない、ダサいものがあるだけで気に食わなかったんだけど、そこは譲歩してあげた。本当にこう言いやがった。しかし俺が、そんな不愉快なものに、毎日声をかけている状況が我慢できなくなり、枯らしたと。俺にはちっとも理解できない。正直、一生の伴侶となる相手だと思っていたから。まあ少しの欠点として我慢しようとしたんだけど、考えれば考えるほど気持ちが悪くて、一月もしないで別れた。嫌だったら嫌だと言えばいいものを、なぜこんな気持ち悪い手段に出て、相手を怖がらせるのか。友達。今は全く付き合いがなくなっている友達。まあ、友達だと思っていたのは私だけだったみたいだけど。今から8年くらい前に工場に派遣に行っていた頃に知り合った。私は彼女のことを友達だと信じて付き合っていた。彼女からの勧めもあって、前から一人暮らしをしたかった私は、彼女の家の近くに引っ越した。彼女は霊感があり、占いや風水も詳しかった。霊感なんかなかった私は、友達になれて嬉しくて、彼女に何でも相談した。彼女は心よく相談に乗ってくれていた。はずだった。最近知ったんだけど、何も知らなかった私の部屋の間取りや森塩の場所、それが何もかも、代表になるように教えてくれていた。彼女の手作りのお守りには、アルミ箔に巻かれた荒塩が出てきた。塩は、お守りとして身につける場合は、ティッシュなど、風通しのいいものに包むとのこと。私は4年間も知らずに、その部屋で暮らしていたのだが、最後は病気になってしまって、今では実家で暮らしている。ひょっとしたら、私が知らないところで、呪いがかけられていたのかも。実家に戻ってからは、一切連絡を取っていない。まあ、縁が切れてよかったけど。
同窓会。その日僕は同窓会に行きました。みんなのムードメーカーの A、 頭が良くてわからない問題を教えてくれた B、 クラスのマドンナでみんなの憧れだった C、 僕はまたこの愉快なメンバーと騒げることに喜びを感じました。ワイワイガヤガヤと思い出を語っているうちに、ついに最後の修学旅行の話になりました。飛行機の中すごかったよな。だってファーストクラスだぜ。そんなことを話していると、いきなり空気が変わりました。なんだと思い見てみると、キソが、キソ、キソがなぜここに。さっきまでバカ騒ぎをしていた A も B も C も、そしてクラスのみんなも、私も怯えました。キソは一人一人の席の前に行き、水をかけて回っている。キソが私の前に来たとき、思わず叫んでしまった。お前はあの時はいなかった。お前はこの世界にはいないはずだと。今日は同級生の命日だった。今でも信じられない。あんなに楽しみにしていた修学旅行だったけど、俺は体調を崩して40度以上の熱を出してしまった。それでもなんとか参加しようとしたんだが、親と医者に止められてしまい、泣く泣く不参加となった。その日の夜に、そのニュースを聞いた。同級生が乗った飛行機が墜落して、乗客が全員亡くなった。俺のことを残して、全員旅立ってしまった。懐かしい日々の思い出が蘇る。みんなのムードメーカーの A、 頭が良くてわからない問題を教えてくれた B、 クラスのマドンナでみんなの憧れだった C、 俺はみんなの墓に順番に花を添えて、墓石に水をかけて清めた。そして線香に火をつけて手を合わせた。絡みつく髪の毛。古い話になる。20年ほど前に調布にあるビジネスホテルに泊まった時だけど、風呂上がりにビールを飲みすぎてしまってトイレに入り、それは起きた。用を済ませて流し終わった瞬間、明かりが消えた。完全な暗闇。焦ってドアを開けようと5歩ほど歩いた時、パニックになった。トイレは1×2 メートルの広さ。5歩？そんなにあるわけがない。全力で走ったと思う。5、6秒走った時に手に何かを感じたけど、気にせずに走り続けて、多分時間にしては10秒くらいだろうか。いきなり壁にぶつかって、部屋の中に飛び出し、洗面所前の壁に激突した。そのまま振り返りもせずに部屋を飛び出し、エレベーターホールでホテルの従業員と激突して気を失ってしまった。この従業員と激突したことに対しては自分自身は覚えていない。これは後からホテル側から聞いたんだ。気がつくと、青ざめたホテルマンが必死に私の名前を呼んでいるところだった。
ふらふらしながら体を起こして事情を説明すると、従業員の顔色がはっきり変わったのが分かった。一体なんだ?との気持ちが強かったけど、自分が酔っていたことも事実だし、ホテルマンも、気のせいではございませんか?とのこと。しかし全力で走ったためなのか、足はガクガク言うし、ホテルマンの顔色も尋常ではない。ふと彼の視線が、私の手元に集中していることに気がついた。私も、自分の手に目を向けて、そして凍りついた。30センチ以上はあろうかという長い髪の毛が、無数に手に絡みついていた。ホテルマンに荷物を取ってきてもらって、早々にホテルを引き払った。あの部屋には、二度と近づきたくはなかったし、ホテルにいること自体が耐えられなかった。ホテルに問いただす気持ちにもなれないほど、すぐにでもそこを出たかった。ホテル側からも、何の説明もなく、キャンセル料も取らずじまいだった。詳しく事情を聞き直すこともなかったと思う。私以外にも、同じようなことがあったのかもしれないな。未だにトイレのドアを閉めることに戸惑いを覚える。随分と昔のことになってしまったけど、それ以来あの地区には近づいてはいない。死の真相。俺が高校2年生の時、クラスメートの M 子が他界した。原因は白血病だと言われていた。彼女の家は千葉の市川であり、電車で1時間以上もかけて葬式に出向いた。俺は M 子とは大して仲が良くなかったこともあって、証拠を済ませると早々と家路に着いたが、仲が良かった生徒たちの何人かはしばらく残っていたようであった。クラスは深い悲しみに包まれたが、次第に元の明るさを取り戻して、一女生徒の死はいつの間にか忘れ去られていった。そして今振り返れば、瞬く間の3年間が過ぎ、俺は高校を卒業した。もはや俺の頭からは、若くして一生を終えた女性のことはすっかりなくなっていた。俺はその後大学生活を経て就職し、それなりに忙しい日々を送っていたが、ある時高校時代のクラスメートと偶然再会した。彼女の方から声をかけてきたのであるが、彼女は高校時代からのぽっちゃりとした顔からは想像もできないほど痩せており、声をかけられなければ多分誰だかはわからなかっただろう。いや、痩せたというよりもやつれたというのが正直な感想であった。懐かしいねと軽い挨拶を済ませた後、せっかくだから少し話そうかということになって近くの喫茶店に入った。お互いの近況などお約束の話を一通り済ませると。ねえ、M 子のことを覚えてる?と彼女は聞いてきた。M 子?ああ、白血病で亡くなった M 子ね。そうそう。同時に彼女が M 子と仲が良かった生徒であることも思い出した。かわいそうだったよね。うん、実はね。彼女は顔を深刻そうにしかめた。実は彼女、
白血病じゃなかったのよ。へえ、違う病気だったの？俺は彼女の話に特に興味を示さなかった。正直、本当の死因を知られたくないということはままある。しかしそんな俺の気持ちとは裏腹に、彼女の顔はより一層深刻そうになっていった。ちょっと聞いてもらってもいいかな？ああ、別に構わないよ。今日は仕事はすでに終わっている。俺は彼女のただならない雰囲気を感じ取った。彼女が話した内容は、およそ次の通りであった。一昨年の暮れ、突然 M 子の母親から連絡があって、M 子の七回忌に来てほしいと言われた。ぜひにというので、仲も良かったことだし、法事に参加した。この法事は、M 子の七回忌だけではなく、M 子の父親の一回忌でもあった。法事が一段落すると、M 子の母親に、折り入って話があると言われて、二人だけで家の一室に入った。そこはかつて M 子の部屋であった。少しばかり M 子の思い出を語った後、母親が意外なことを言い出した。いわく、M 子の死の真相を聞いてほしいと。そして母親は話し始めたが、二子と三子と話したとき、緊急の電話が入ったと親族から呼ばれ、母親は話を中断せざるを得なかった。再び部屋に戻ってきた母親は、詫びを言ってから話を再開しようとしたが、親族の子供が突然引きつけを起こしてしまって、またもや続きを話すことができなくなった。結局その日は時間切れで、話は後日改めてということになった。彼女はここまで話すと、ふっと息をついた。時間は大丈夫？俺はいつの間にか M 子について興味が湧き上がっていた。ああ、大丈夫だよ。それからしばらくは、M 子のお母さんから連絡がなかったの。こっちから連絡するのも、なんか気が引けて。うん。俺は相槌を打つのみであった。私もそのことは忘れていたんだけど、去年連絡が来たの。一年ぶりくらいにね。それで、また M 子の家に行こうとしたのよ。それで？その後彼女は次のようなことを話した。約束した日に彼女は休養が入って、M 子の家に行けなくなってしまった。彼女は電話では話せないかと聞いてみたが、どうしても会って話したいという。日を改めて彼女は M 子の家に向かった。そして M 子の母親は、まずこの話から聞いてくれと口を開いた。実は M 子の死は予想外のことで、母親は看取ることができなかったという。亡くなった旦那さんが M 子を看取ったのだが、しばらくして旦那さんから M 子の死因を知ってほしいと言われた。しかし旦那さんがそれを話そうとするとことごとく邪魔が入って、なかなか聞くことができなかった。ついに死因を聞いたのは、旦那さんがそれを話そうとしてから実に半年以上も経った後だという。旦那さんはその翌日に急死した。そして、いよいよ本題に移ろうかというとき、来客があった。無視できない人らしく、母親はしばらく対応して彼女の元に戻ってきた。
この時には彼女も、これは何かある、と思い始めていた。母親は彼女の前に座ると、どこまで話しましたっけ?と聞いてきた。旦那さんがお亡くなりになったところまでです。そう答えると。あら、そんなところまでお話ししましたかしら?と、意外な顔をしたのである。もう、気味が悪くなっちゃってね。それで、話は聞けたの?彼女は首を振った。あの後、なぜか M 子の思い出話になっちゃったの。自分でも訳がわからない。気がついたら夜になってて、家に帰ったわ。結局は聞けずじまいなの?彼女はしばらく沈黙した。俺はすっかり冷めたコーヒーを飲み干すと。場所変えた方がいいかな。時間経ってるし、と言った。彼女も賛成して、腹も減ったからファーストフード店に行くことになった。席を立ち、会計を済ませて店を出る。移動中に俺の携帯が鳴った。友達が事故に巻き込まれたので、至急来てほしいという連絡であった。彼女の話には、後ろ髪が引かれたのだが、現場へと向かうしかない。彼女は絶対に連絡すると言ってくれて、その場を後にした。友達の事故は大したことはなかった。二日後、家に彼女から連絡が来た。実はね、あの時は言えなかったんだけど、M 子のお母さん、あの日の数日前に亡くなっているの。え?俺と話したあの日?そう。そして亡くなる前の日に、私 M 子の死因を聞いたの、ついに。で、その話やっぱり聞きたいよね。俺は少しばかり躊躇したが、確かに聞きたいとは思うけど、でも話しちゃダメだ。そうきっぱりと言った。いいか、誰にも話すんじゃないぞ。もう忘れるんだ。ありがとう。彼女の声は少し安堵したようであった。でも、M 子の弟には話さなきゃいけないと思うの。やめろって、忘れた方がいい。でも、たった一人残った M 子の家族よ。知らない方がいいことだってあるんだ。今度ばかりはその方がいい。うん、わかった。彼女との会話はそれで終わった。俺は一抹の不安を隠せなかった。M 子の弟はすでに成人しているし、家族の死について疑問を抱いていてもおかしくはない。俺は彼女に電話をしてみた。彼女は M 子の弟に会ってはいるが、その話はしていないと言った。俺はくどいほど念を押して、電話を切った。その後も彼女と連絡を取ろうとしたのだが、携帯を持っていなかった彼女とは連絡を取ることができなかった。そしてそれから一ヶ月ほどしてからのことである。彼女が死んだという知らせが来た。彼女は M 子の弟に何を伝えたんだろうか。
現像をしない方がいい。とある名所で、お地蔵さんがいっぱいある有名なお寺で、記念撮影をしようとした時のこと。私はたまたまいた観光客のおじいさんに写真撮影を頼んで、友達と一緒に写してもらおうと思ったんですけど、その撮影を引き受けてくれたおじいさんが、いつまで経ってもシャッターを切ってくれないんです。不思議に思った私と友達は、どうしたんですか?と聞いたのですが、返事がありません。いい加減、我慢ができなくなった友達が、あ、もういいです。カメラ返してください。と言うと、突然その観光客はシャッターを切り、カメラを私に突っ返して、どこかに行ってしまいました。あまりにも、その観光客の態度がおかしかったので、私と友達は、もしかすると、心霊写真でも撮れたのかな、と話していたその時、カメラのシャッター音が鳴り出しました。私が手に持っていたカメラのシャッター。何度も何度も、一定の間隔を置いて、私のシャッターが勝手に降ります。それを見ていた職員の方が、それは現像はしない方がいいね。みんな逆さになっているから。今もそのフィルムは現像はしていません。でも自分が死ぬ前に現像してみようかな。転送。私が中学2年生の時、同じ部活に、自称霊感が強いという先輩がいました。私は当時、あまりそういったオカルト的なものは信じていなくて、その先輩が体験した話などを半信半疑で聞いていました。ある夜、私が生まれて初めて、金縛りというものにあった時です。怖くて目をつむっていたのですが、なぜかまぶたの裏に、ハゲた中年の男性が映っていました。怖くて、どうしたらいいのかわからなかったのですが、ふと先輩の言葉を思い出したんです。もしも幽霊を見たら、〇〇町三丁目の、私のところに行けって言って、そういえば私のところに来るから大丈夫だよ、と。私は一心不乱に、〇〇町三丁目の、バツバツ先輩のところに行ってください、と繰り返しました。しばらくすると金縛りは解けて、疲れた私は眠ってしまったようです。翌朝、部活の朝練に先輩は来ませんでした。昼休みに私を訪ねてきた先輩がこう言いました。夕べあんたのところにハゲたおじさんが出たでしょ?私のところに来たよ。だから朝起きれなかったんだ、と。私はその言葉にドキッとしました。夕べのことは夢かもしれない。そう思い、誰にも話はしていなかったんです。それ以来私は、幽霊を信じるようになったんです。修学旅行。私が修学旅行で、あるホテルに泊まっていた時のことです。その日私は、どうしても具合が優れなかったんで、夜になってから、
担任の先生にお願いして、病院に連れて行ってもらいました。その病院の医師の診断によると、精神的な負担によるもので、この時期の修学旅行生にはよくあること、らしいのですけど、私にはその精神的な負担を受けた覚えがなく、どうしてもその診断に納得がいきませんでした。そしてその医師は、私の担任に向かってこう言いました。何があっても、この子を決して一人にはしないようにしてください、と。その後私は泊まっていたホテルに戻って、友達がいる部屋でぐっすり眠ることができたのですが、夜中にふと目を覚ましたとき、同じ部屋にいる友達全員が心配そうな顔でこちらを見ているんです。お前、大丈夫か？お前さ、眠りながら、痛いだの、熱いだの、もがいていたんだぞ。私はその時、はっと医師の言葉を思い出し、その時俺、一人じゃなかったか？と友達に聞いてみると、お前一人残して、みんなでトイレに行って帰ってきたら、苦しそうにもがいてたよ。そう言うんですよ。もしかすると病院の医師は、このことを予想して、私を一人にしないよう忠告したのではないでしょうか。今思い返してみると、私の中に何かが乗り移っていたのかもしれません。彼女からの電話。昨晩飲みすぎたせいか、どうやら寝すぎてしまったようだ。しかし今日は代休で休み。人が働いている時に休みなんて、ちょっとした優越感を感じながら、重たいまぶたをこすりながらテレビをつけた。テレビに目を向けると、司会者と観客の、それでは、そろそろお友達を。と、いつものやりとりが行われていた。さて、今日は何をしようかな、と、独り言をつぶやいたとき、不意に携帯が鳴る。どうやら、彼女からの電話のようだ。もしもし？あ、おはよう。今日さ、行きたいところがあるから、一緒に行ってもらってもいいかな。そういえば前にも、ラーメン屋に、一人で入るのが恥ずかしい、とか言って、付き合わされたっけ。その日は特に予定もなかったので、二つ返事で OK した。ありがとう。じゃあ今晩、部屋まで迎えに行くから待っていてね。そう言うと、彼女は電話を切った。しかしひどい二日酔いだ。先ほど起きたばかりだけど、耐えきれずに俺は再び横になった。誰かが話している声で目が覚める。どうやらテレビをつけたまま眠ってしまったようだ。テレビでは午後のワイドショーがやっていた。その番組を見た途端に、眠気が一気に吹き飛んだ。どうやら今日、大規模な列車事故があったようだ。しかも、俺がいつも利用している路線だ。もし今日が休みでなかったら、巻き込まれていたのかもしれない。そう考えると、背中がゾッとする。テレビでは、犠牲者の名前が読み上げられていた。
そして一人の名前を聞いたときに、俺は全身の血が凍りつくような感覚を受けた。彼女の名前がそこにあったからだ。ひょっとしたら同姓同名かもしれない。祈るような気持ちで彼女の携帯に電話をかける。だが無情にも。おかけになった番号はお客様のご都合により、何度も何度もかけても彼女の携帯には繋がらない。全身に絶望が襲いかかる。そんな時携帯が鳴る。彼女からだ。俺は慌てて携帯に出る。しかし電話の向こうは彼女の妹さんだった。もしもし、姉さん死んじゃった。一番被害がひどかった一両目に乗っていたみたいで、即死だったって。電話を切った俺は放心状態でしばらく動けなかった。しかし冷静になるにつれて、彼女のことで頭がいっぱいになる。昨日まであんなに元気だったのに、今日電話で話をしたのに、今晩一緒に出かける約束をしたのに、膝から崩れ落ちると、俺はたまらず号泣した。まあこのお話はですね、意味がわかると怖い話、つまり意味怖ですね。皆さんこれ意味わかりました？わかりました？ええ、これね、よく考えるとね、ちょっと怖いんですよ。まず最初にこの主人公起きた時にテレビやってましたよね。それではそろそろお友達を。ええー、って、例のね、伝説的な番組ですよね。あれがやってて、そろそろお友達をって言ってるってことは、これ、12時過ぎてますよね。おそらくね。昼過ぎですよね。で、そこで彼女がこう言いました。おはよう。今日、行きたいところがあるから、一緒に行ってもらってもいい？と。で、OK すると、ありがとう。じゃあ今晩、部屋まで迎えに行くから待っていてね。と。まあ、夜の約束をしたんでしょうね。で、ここで主人公はまた寝てしまいました。で、再び目を覚まします。テレビの音ですね。そこで午後のワイドショーで、どうやら今朝、大規模な列車事故があったようだ。ということで、この事故で、彼女さんが亡くなってしまっています。今朝？今朝事故があったんですよね。彼女さんが電話をかけてきたのは、さあ、それでは、そろそろお友達を、いいともーってやってる時間だから、多分、昼過ぎですよね。じゃあ、その時点でもうすでに彼女は、で、その時の彼女との約束は、行きたいところがあるから一緒に行って、今晩迎えに行くからね、ということですね。つまり、朝の電話は、じゃないごめん。昼の電話ね。最初の彼女からの電話は、もうすでに亡くなっていたということですね。亡くなっていた彼女が、今晩迎えに行くからね。一緒に行こうね。っていうことを、OK って言ってしまったってことですね。見える人。知人の話です。兵庫県の六甲山をバイクで走行中、峠あたりに不老者みたいな、いわゆる汚いおじさんがいたそうです。おじさんは何かを熱心に祈っていて、知人は普段だったらスルーするんですけど、その時はなぜだか気になって、バイクを止めて、話しかけてみたそうです。
おじさんは、この山で命を落とされた方のために祈っている。わしに気が行き、話しかけてきたということは、あんたにもその縁があるということだろう。あんたにも、わしが見えているものを見せてやろう。そう言っておじさんは、両手で知人の手首を包むように握ってきたそうです。その瞬間、本当に手を握られたその一瞬から見えるようになったそうです。現在は本職である不動産業の傍ら、行方不明者の捜索など、警察にもひっそりと協力しているそうです。